これだけの力を。フレアエフェクト、マルスとの接続開始。発信まで2秒。軍神よ、我を呪え。空うがつは涙の星。ティアードロップフォトンレイ。花の形をした炎よ、消えろ。私の前からいなくなる。私には破壊しかない。他には何もない。だから滅びるしかないというのか。壊すだけの手では何もつかめないというのか。怒り浸透にも程がある。それこそが貴様の唯一にして最大の欠点だ。目に見えるものが全てと思い、目に見えぬものを怖がっている。自分はこの世界には不要なものだと。それは世とて同じだ。所詮は小さき人の身であれば、見えるものなど世界のわずかな欠片に過ぎぬ。罪も犯す、過ちも、そしていつしか償いを果たす時が来よう。だが貴様はまだだ、アルテラ。命を知らぬ貴様はまだ世界に生まれ落ちてもいない。にはいかぬ。かつて全てを諦め自らを閉ざした愚か者の先達としてな。貴様に見せるは喝采の花。観念して味わうがよい。これが人の欲望、人の営みというものだ。許せ、アルテラ。最後は少々卑怯な手に頼ってしまった。月の王権の全力をもってすれば光の柱を耐えることもできようが、さすがにレガリアが壊れかねぬ。それでは本末転倒だ。故に絡め手を使わせてもらった。あれの操作は実に見事であった。何をしているのだお前たち。私には
まだ戦う力がある。お前たちを破壊できるのに剣をなぜ捨てる。そんなもの決まっておろうが、対話するためだ。本当のところ貴様はどうしたいのだ。何を恐れて何が欲しいのだ。貴様には求めるものがあるのだ。故に世の言葉を無視できない。故に今もマルスの剣で世を切り捨てぬ。答えよ。貴様は何を求め、同時に何を諦めたのか。伝えてほしい。でなければ世にも奏者にもわからない。貴様は人ではないのかもしれぬ。言う通りの怪物なのかもしれぬ。しかし人の言葉を介して語り合えている。ならばやはり貴様は私と同じものなのだ、アルテラ。世には人の形をした怪物もある。怪物のままの怪物もだ。だが貴様は違うであろう。まずなぜそこまで。なんだ、私はお前たちを知らない。お前たちだって私を知るまい。なのにどうして私に語りかけ続ける。うむ、そこが地と違うのだ。世は見た。貴様と彼方の奏者との出会いと別れを。ようやくこれを話せるか。少し長いぞ。見せられたのだ。うん、見せられたとも。たっぷり1ヶ月分な。データゆえ時間にすれば2秒もないが、あれは正真正銘の人生の記録だった。貴様と分割された肉体のみの奏者の温かな日々だったのだ。ならば世も感情移入ぐらいする。魂すべてを込められた最上の舞台を見て心を動かさぬ者がいるか。バカ者。見ていた私を、私と我がマスターを。平行世界、優勢のことも遥かな過去のことも今のことも。ならばお前たちは最初から私を、私たち二人を、私の諦めた私たちが行き着く先さえも。顔を上げよ。世は断じて貴様を支持する。なぜならば彼方の世界にいて貴様が美しいと感じ、その別れを惜しんだ者を。世も心の底から美しいと感じたのだ。それはこなたの貴様も同じであろう。草原に生きた頃、肉体の奏者と寄り添った時間を貴様は愛おしんだ。そしてそれはかなたの奏者もまた同じだ。それを伝えたくて、守りたくて、あの奏者はこの道を選んだ。存在すべてを費やしてこなたへと記録を届けた。
それが全てだ、アルテラよ。彼方の奏者はもういない。永遠に失われたが、その思いはこうして今も響いている。聞こえるはずだ。なぜなら同じ旋律がこの世界にあっても響いているのだから。私は幽星のしもべ、先兵、破壊の化身、殺戮の機械、そんなものより今はマスターと共にいたい。今マスターを思うこの私と彼女を失いたくない。この世界に私たちも生きていたい。二人でいつかあの草原の風を感じて、精一杯生きて生きて生きて、いつか人のように命を終わりたい。確かに聞いた。貴様の思い、貴様の願い、すべてを知った。彼方の世がライバルと認めた乙女よ。今こそ世はその願いを叶えたい。悪しき幽星を恐れる必要はない。世と奏者がレガリアを持って貴様を救おう。アリ、アリ、どうしたのだ突然。昆虫型のエネミーなどこの辺りにおるまい。アリが、アリが、もしや誰かの中、もしや幽星側の新たなサーバントか何かか。なんだ奏者、こういう時にふざけるものではないよというような顔は。世は何も冗談などは。ありがとうセイバー、感謝を述べる。私たちの在り方を知ってそう言ってくれる者がいるのだと分かった。それだけでも十分なくらいだ。ありがとう。かわいいではないか。ありがとうと言いたかったなどと、まさかそんなに威厳のある反応とは。そうじゃよ。やは生涯兄弟姉妹を求めたことはなかったが、うむ、妹というのも悪くないな。分かっているとも、有言実行こそが世であるからな。二言なく、世は貴様たちを救いたい。そのためにはおそらくマルスの剣が必要となる。大切な宝具であろうが、貸してくれるか。
Thank you.
かな、それでは意味がない、いや頑張った甲斐がない。余は貴様のそなたの決意を知っている、最後の夢も知っている、だからこそ剣を取ったのだ。奏者、いや奏者とは異なるものよ。そなたの願いがあまりにも眩しかったから、それを見てみたいと願った。なのにこれはない、こんな結末があってたまるか。ヨウハ、そなたとアルテラトが二人で手を取り合う姿をやきもきしながらも美しいと感じたのだ。そうだな、その通りだ。私たちは二人ともこの英霊に言いまかされた。敵ながら本当に恐ろしいやつだ。待つがいい、マスター。言われっぱなしでは私も悔しい。最後にしっかりと文句を言わせてもらう。そうだとも、こんな勝手なマスターに文句以外の何がある。だからはっきり言うぞ、言うぞ、うん、お前との日々は実のところ楽しかった。誰かと共にある、誰かと寄り添うというのは実によかった。他にも本当は言いたいことはたくさんあるが仕方ない。私は出会えたのがお前でよかった。続いていくことが生きることだとお前は言った。それが生命の真理だと。それを私も習おう。たとえ私が私を忘れたとしても、私はお前をずっと忘れない。肉体が崩壊しても、この夢が途中で尽きる時が来ても、お前というマスターに感謝をし続ける。ありがとう、さようならマスター。どうか良い旅を。慣れないはずなのに、私は礼を言ってばかりだ。悪くないな、誰かに感謝を言えるというのは。悪くない、誰かに見守られながら消えるのも。アルテラ、なぜだ、貴様も消えるというのか。マスターがいなくなったことで、このアバターは保てなくなったからな。それでは結局、余と奏者は貴様を。いや、それは違う。お前たちは私たちを救ってくれた。私はこのまま本体に戻る。この記憶とともに、自らの手と足であの石室から出るために。その前にお前たちに告げておきたいんだ。ありがとう。なあ、私はうまく礼を言えているか。アルテラ、ダメだ、まだ消えるでない。ヨガ、ヨガ、許さぬ、許さぬぞ。お前たちのおかげなのだろうな。もう以前ほど怖いとは感じていない。こうして崩れ去ろうという瞬間にもお前たちがいてくれる。私は
幸運にも一人きりではないのだ。それに私は味わった。セイバー、お前が私を救うと言ってくれた時、私は初めての体験をした。感じ続けた恐怖を、焦燥を、あの瞬間私はほんの一時だけ忘れられた。あれを指して人は呼ぶのだろうな、希望と。マルスの剣。そう、軍神の剣、私の力であったものです。いいえ、私であったヨスが。これを使ってくれ。未明領域に存在する幽星のかけら、そのコアを破壊するために必要となるだろう。統合されたレガリアの王権だけでは幽星のかけらは砕けない。だが軍神と幽星の力を合わせ持つ剣ならば、きっとセラフに残る幽星の勢力を一掃できる。仮初めの英霊であったこの私の本体、私も目を覚ませば力を貸す。だから安心してくれ。私に勝ったお前たちならば、お前たちは、生命は、お前たちは続いてくれ。壊れる。違うぞ。それではダメなのだ。生命も文明も終わらせはせぬ。続いてゆく。悪しき幽星は確かに倒そう。だがそこには貴様がいないではないか。余と剣を交わした貴様だ。以前ほどには怖くないだと。ならば貴様は今なおも怖いままなのだ。人は諦めぬ。きっと肉体の奏者のこともどうにかしてみせる。そうだ、貴様のことも。今日は夢が、この儚くも愛おしい夢はもう覚めてしまう。